女子ゴルフ金沢シナ、テイク20で成功させた意外に難しいアイアン芸が話題、楽しそう。柔らかなスイングから放たれたボールを、オフシーズンに入った女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕まで、ゴルフロスを過ごしているファン向けに、選手の近況を紹介するオフシーズンチェック。来季のシード権を手にした金沢シナ、フレスコは、妙技を披露。自身のインスタグラムで動画を公開すると、ファンから、上手、おもろすぎ、と反響が寄せられている。鮮やかに決めた、耳当てやアームウォーマーといった冬装備に身を包んだ金沢。練習場の一角と思われる場所でアイアンを手に、アドレスに入った。柔らかなスイングから放たれたボールは自身の身長くらいの高さにふわりと上がった。すると、スイングした金沢の横に立っていた女性が落下点に走り込み、ボールをキャッチ。二人はカメラに向かって喜んだ。金沢は自身のインスタグラムに動画を公開。コメント欄の最初に、タケ20の文字とともに泣き笑いの絵文字を添えた。どうやら20回目の挑戦で成功した意外に難しいコンビ芸だったようで、ファンからは、上手、おもろすぎ、ナイスキャッチ、二人ともうまい、楽しそう、かわいい、といったコメントが集まっている。今季初めてシード選手としてツアーを戦った金沢は、10月ツアー未勝利ながらもトップ10入り5回を数え、メルセデスランキング49位。来季もシード権を獲得した。